ですはいじゃあ皆さんまたこんにちはえっと前例のないことをやってみるということでえっと今日のゲストはですねえっとクラシックのバレエで、えー、ババさんでございますあの最近、えー、と知り合ったんですけれども僕の授業なんかにも来ていただいたり、えー、非常にアクティブな行動していますババさんすいません自己紹介から簡単にまずお願いしますはいえっとはじめまして皆さんババサズキと申します 私自身はあのハンガリーやスイスでバレエダンサーの経験を経て、今は英語でのバレエレッスンというものをインターナショナルスクールをはじめ、保育園、幼稚園で実施させてもらっていて、であの自分でも会社を起業してです、ねあの、同じようなダンサー、また外国人のダンサーに保育あの同じようにあの回、えっと、プロフェッショナルな経験を持つダンサーたちに同じようなメソッドでクラスを実施してもらっています。 また、ネクストアンさんとはあの、元東京バレエ団の戸田っていうものがいるんですけど、一緒にダンサーの仕事をもっと拡張して、一緒にダンサーに関わりながら仕事をしてもらいたいなという思いから、ダンサーズウィングスですね。すいません、今日、カミカミ。という団体を立ち上げた。カミ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 ですね。お互いにあの、まあ、ダンサー同士で仕事を分け合ったりとか、いろんなオーディションに挑戦してもらったり、 あの来年、まああの、頑張って国の事業にも関わっていけたらいいなという気持ちで今、水面下で動いています。で、はいと、ダンサーっていう仕事は、やっぱなかなか女性はそれだけでは生計、ね、が立てづらいので、そういったところのサポートができたらいいなと、はい、思って動いています。馬場、はい、さんのキャリア、今、ざっと皆さん聞いていただいたと思うんですけど、やっぱりすごいですよね。で、競馬連なんですよね、もとね。 あ昔そうですね、一番最初の、うん、まあケーバレスクールっていうところの、あの熊川さんの、うん、あのところの一期生で。ずっとやらせてもらっていたんですけど、うん、そこから海外にあの留学させてもらいました。はい。はい。えっ、ー、と、そのまあケーバレに至るまでとか、その海外に何で行ったかとか。もともと。<々> どんな手を焼くような学生だったんですかみたいな。そうですね。<laughs> 僕はねほ知ってるからね。ね <laughs> なかなかそうですね。やっぱりあちょっと普通の子とは違う,うなっていうのが <laughs> エッジが効いてるもんね。そうですね。<laughs> うん、なんかやっぱ私そもそもあの学校って組織がすごい苦手だったんですよね。うん、かなんで同じ時間に同じことをみんなでやらなきゃいけないんだろうっていうのがすごく疑問を持つような子供で。 でまあうちの母親もともとは母親がお客にならないようにバレエやってみたらみたいな感じで5歳からずっとバレエをやってたんですけど、まあ、だん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 本気にこうなってた時に、まあ、ちょうど K バレーのオーディションがあるよっていうことで K バレーのオーディションを受けて、まあ、受かってでその中でもやっぱりすごいみんなプロ目指してくるような子たちばっかりなのでなんかこう切磋琢磨しながら でもやっぱちょっとバレエ団っていうのは違うなーってすごい思ってしまって、うん、その日本の教育、まあ、日本のバレエ団全体も結構そうなんですけど、うん、同じような動き方をしてくださいみたいなところがすごく嫌で、そこから海外に行ってみたら自分のことを認めてもらえる <laughs>。先生として扱いづらいよね、こういう生徒は、ね。<laughs> そうですよね。常に結構 <laughs> そうですね、目をつけられちゃうような存在ではありましたね。それで,でそ 海外にはど,、はい、どんな感じで、うん、あそれでか、なんか、海外に行ったら、きっと自分が、なんていうんですかね、気持ちの面でも落ち着いて、自分でやりたいようにできるんじゃないかなと思って、まあ、オーディションを受けてですね、でそこから、まあ、ハンガリーがたまたま国立で引っかかってくれたので、行ってみたときに、やっぱりこう、自分が思ってた、想像してたものもあったし、プラスアルファで全然足りてない、なんかもう、本当に、胃の中のカーズだったんだなと思って、 もうみんなすごい表現力だし技術ももちろんそうですけど同じような踊り方なんてそんなこと考えてる場合じゃなかったんだなみたいなすごいそこで自分の視野が広がってったんですよね。うん、でそこからやっぱ、まあ、スイスにたまたまジュニアカンパニーに入る機会があったのでまあ入ってでやっぱりそこでもやっぱ なんて言うんてうですかね自分が求めてた環境ではあったけどやっぱ苦労はするんですよね全然足りてないのでそもそもなんかこう表現力だってもっとつけるべきだし自分の自信があった部分ですら足りてないっていうことをすごい実感して、うん、でもまさになんかそういう環境を求めてたなっていう部分がすごくあったのでよかったけど本当辛つらい思い出がいっぱいありましたね。<laughs> なるほど。あの主張している皆さんが多分聞きたいことを僕は代弁しないといけないんですけど。<laughs> まあ前例のないことでねあの、数少なく多分海外に渡ったと思うんですけども、食べていけんですかあの給料とか、またはパラレルでやっぱり働かないといけないとか、はいはい、あとは保障の問題とか、どうなんでしょうね。はい、日本のバレエ団はまず食べていけないですね。みんなバイトしてるし、ねうん、もう体を壊すまで、だからもう朝から晩までずっとのバレエ団の仕事も含めて。 やってる状態で、本当にバイ,、うん、バイト級みたいな、それもちょっとなんか私の中でしっくりこないことの一つだったんですね。うん、で、海外は一応公務員扱いになる国もあります、あるし、うん、ただバレダー,ーもたくさんあるので、全部が全部ではないんですけど、まあ、一応スポンサーがいて、サッカー選手ほどではないですけど、一応まあ、それだけで生活できる環境は整ってはいますけど、っていう感じですかね。はい <laughs> まあウクライナの問題ありますけど、例えばロシアとかウクライナ中、やっぱり限られたバレエ団ぐらいですか、こうエリートっていうか、そういうのは。どうなんですかそうですね、やっぱりこう国が持ってるオペラだったりとか、国が関わっているものの団体であれば、うん、それなりの保証も受けられるし、それこそロシアは公務員扱いなので、うん、ロシアってそもそもちっちゃい頃から古いにかけられて、バレーに適してそうこう、そなみんな引っ張られて、もう呼されるんですよね。<laughs> うん <laughs> そこまで整っているので、保証はされますね。そういう意味では。はい、<laughs> いや、皆さん聞いててすごくね、興味得たりね、そういった狭きもこう抜けながら自分で海外にチャレンジしたということがね、多分皆さん、あのー、感心してると思います。で、えー、まあ、それ終わってというか、今度は日本に帰ってきて、はいえー、いろいろ始めるんですけども、まあ、海外でこう身につけた力はい、はい、語学のこととかコミュニケーションとか、 あるとどうでしょうまあ海外ってやっぱすごいさっきも言ったんですけど、まあ、大変だったんですよね語学も伝わらないし技術も足りてないなと思うところもたくさんあってだけどやっぱそこで切磋琢磨して、まあ、なんとかね残れるような感じでやってきていて。 でアメリカのバレエダーも決まってはいたんですけど、うん、それなりのレベルに達してはいたんですけど、まあ、ビザの関係でちょっと日本に残ることになって、うん、その時に日本のやっぱダンサー界っていうのは全然そのお給料の面では保証されてないですし、なんか時間だけ搾取されてしまうような感覚になってしまったんですよね。うん、やっぱ練習はすごく大変なのに、それに見合ったペイメントがないので。 でなんかそれがちょっとプロフェッショナルではないなと自分は感じてしまって全てのバレエ団ではないけどチケットを売らないといけないバレエ団もありますしチケットを売らないバレエ団でも給料制って歌ってるところでも全然もう本当にその内情がちょっと何て言えばいいんですかねまあその初任給なんて全然もらえるようなレベルではないというか。 なのでそれだけで食べていけるような環境ではないことと、まあ、あと一番最初にお話ししたように私自身はそもそもそも、うん、グループにコミットするような性格ではなかったので、うん、そこでまあ自分の強みを生かして自分の,あのなんてうんですかね自分の気持ちが安定するような環境を作るしかないなと思ったので何ができるかと考えた時に やっぱ語学はすごく頑張ってまだ足りんてなかったけど、まあ、頑張ってきたので生かした仕事をしたいし何語を喋れるんだろう <laughs> まあ英語は今はずっと喋ってるので英語と当時はハンガリー語も結構喋ってましたね、うん、忘れちゃいましたけどすごい頑張ってはいましたね、うん、と、まあ、あとバレエはねやっぱずっと頑張ってきたことなので、うん、それを全くほしへし曲げてというか違うことをやり始めるのは自分の中ではちょっとしっくりこなかったので そこでじゃあ,まあない、ないもの、それこそ前例のないものをやってみるという精神がまさに私の中にもあってですね、うん、まあ英語でのバレエレッスンっていうものをもう事業化してしまおうと思って、うん、それがちょうど7年前、もうすぐ8年前ですね。すねうん、はい、始めさせていただいたっていう経緯で、えー、っと最初はもう本当必死でしたね、うん。外国人にやっぱりこうメリットがあるのかなと思ったので、うんうん 外国人が見てるような、うん、サイトとかでね、うん、インターナショナルスクールのこととかを調べて、うん、必要がありそうなところにアプローチして、ゼロからすごい、バイタリティがある。行、う、き、ん、<laughs> ましたね、うんはい。そのぐらい、まあ、どこかにコミットするのが嫌だったっていうこともあるんですけどね。<laughs> <laughs> 日本のバレエ教室の現状とか、どれくらいあってとか、はい、<laughs> どうなんですか多分 普通僕らはサッカーだしね、あの聞いてる方、うん、水泳とかバスケとかいると思うんですけども、うん、そのあたり知りたいと思うんですけど、ね。そうですよね。それこそ、<の>だみんな多分同じことで悩んでるんですよ。バレエダンサーの仕事ってない、うん、だから、みんなお教室を作ればいいっていうマインドになっちゃうんですよね。うん、あー なので今も本当コンビニのようにで多分今視聴してくるって皆さとも感じると思うんですけど <laughs> 駅とかに絶対バレエ教室の看板ってありますしあ<ー>バレエ教室って本当に多くてそれこそこの間戸田と東京中のバレエ団じゃないバレエスクールを調べたんですよでその時にもうすごい数あってですね、えー、やっぱそうなんだもうすごいそれこそレーダーげるとセタガ区クだけ100件ぐらいあるんですね、うん <laughs> ああもうそんな感じなの、うん、もう数え切れないぐらいあるんですよだから何、うんまあ、て言うんですかねただみんながみんなねお教室やっちゃうと結局その後継者問題とか、うん、その先生が倒れた時にじゃあ誰がやるのっていうこととかもね出てきたりとかして、うん、結局個人の力の限界ってあるし、うん、それこそね地価が高かったりとか結局お金なんないとかっていう部分があるので。うん なので習う環境っていうのはすごい整っていてプロもたくさん出てるんですけど、うん、あのそこから仕事になるっていう部分がかなり弱い現状ではあると思います。うんまあ教室を開くっていうのは、まあ、ネクストンでも取り組んでいる分野で言うとやっぱりセカンドキャリアで <laughs>、はいまあ、自分が起業するっていうか、まあ、もしかしてやることが他にないからっていうふうになるのかなって今聞いてると思ってて。 その辺りもやっぱりこう解決していかないといけないですよね。それであのバレエに限らず新体操さんとか、まあ、女子サッカーもそうですけども、でも特にそのダンサー系の人とかバレエ系の人はその競技に打ち込む時間とか半端じゃないじゃないですか、うん、全身全霊で。で,ね、本当にで、この間、豚條にちょっとまた練習見に行った時に先生に聞いたら、やっぱり毎日6時間から 6時間少ない方で8時間練習して、うそれでこう発表会に向けてやるっていうストイックな世界なんで、んそれをやっぱりこう、まあ、あの、馬場さんは海外行きながら語学を同時に身につけたから、それも強みになったり、またもともとあるこうチャレンジ精神っていうのがあったと思うんですけども、普通の人はそれがパンと終わっちゃって、えー、少しばかりこうバレエで稼げてたとしても、次に行くときにやっぱり、 学び直しとか何かスキルとかないといけないなっていうふうには、うん、まあ会社というかネクストアン的には思ってるんですね。うんうん、だけど、馬場さんが考えるにいやもっと根本的にこういうふうに世の中しないといけないとか、こういうふうに解決したいとか、うん、または今自分が持っている会社を、うんえー、ネクストアンと一緒にこういうふうにしたらどうかとか、なんかそんなことを考えてたりしますか <laughs> そうですね、いやもう本当にいっぱいあって何からまさにネクストワンさんとの出会いはすごいいいタイミングですごいいいご縁だったなと私も思ってはいるんですけれども、うん、まあおっしゃってくださっているように本当にそに全然違う仕事でも今までねやってきたことがこう生きればすごくいいんじゃないかなと私は思っていてただもう全く違うことをやる っていうことも,もちろんその道も作ってあげれたらいいしそれだけじゃなくて、うん、今までやってきたことをいろんな形であのー、続ける、まあ、続けてるような形で活かせていけたらいいなっていうので私は教育現場に落とせたらいいなとすごく思ってなのでまあ子どもたち小さい子どもたちがまあ、幼稚園保育園の先生たちを別にねあれしてるわけではないんですけど まあ先生たちが YouTube とかで見ながら頑張って教えるダンスよりもプロがねずっとやってきたダンスやバレエっていうものをちょっと幼稚園の中でやってもらうだけでもなんかああいうふうになりたいとかああいうふうになんかこうプロの頑張ってきた部分をこう子どもたちが直にねこうスポンジのように吸収する年齢が感じてくれれば相乗効果ダンサーたちにとってもすごい社会貢献になるし子どもたちにとってもあのすごいいい経験になるなと思っていて。 そこを拡張していけたらすごくいいなと私は思ってますかね。もしかしてこれババさんに話したかもしれないんですけど2年後に文科省スポ長が中学校の部活動の土日を全部外部指導員に委託するんですよ。こ、うん、れでまあ僕は何が起こるかっていうと指導者不足が起きたりとかして。 あと、うんうん、公立高校あ、中学校にある、その舞踊部とか、ダンス部とか、そういったところの指導者も必要になる。だけど、今話聞いたように、まあ、YouTube で見て、こう、少しダンスやってる先輩が教えるよりは、ちゃんと質問、あの、ペイもしてもらうし、その代わりにいいサービスをできる、本当に質の高い先生を、うんうん 例えば、ネクストワンでこうそういうバンクを作ろうとも今持ってるんですけども、うんうん、そこからこう派遣っというか、こう紹介をするっていうのは自分構想で考えてるんですけども、ね、馬場さんにはたくさん多分ん知り合いがいて、ダンサーの人たちもいるから。 もしよかったら一緒にどうですか、うん、あもちろんそれこそうちのダンサーズウィングスたちに、たちの子,、うん、子たちにこうね、うん、仕事を振ってもらえたらその子たちもすごい潤いと思いますし、うん、すごい素敵な機会で、やっぱり私と戸田だけだと限界もあるので、ネク、うん、ストワンさんみたいなね、あの企業さんとこう協力し合いながらやっていきたいなっていうのはすごくあって、うん、もう素晴らしい話だなって、うん、<laughs> まさに私がやりたいことの話 <laughs>、ね、では もう遠征に来てて明日は本ちゃんで忙しいんですよね。うん、だけど、まあこれも止めるわけいかないし、自分のやってることもあれなので、うん、まあ偉そうなこと言ってるんで、行動は絶対にあの示さないといけないなと思って。<laughs> 今日もなんか隙間時間にこんないい話を本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそです。はい、忙しい、ね。でね、あとちょっと細かいところメモしてなかったです。僕の授業に来た時に大学生の皆さんにこういうことしなさいとか、はい、こうだよとか結構言ってくれたじゃないですか。はい、そうですねあれもう一回お願いできないですか,か <laughs> <laughs> 今の若い子たち学生、大学生、高校生、特に女性に。 ま先日そうですねあの、まあ石、石山教授のおかげで、十文字大学の方で授業させていただいたんですけど、まあ、なりたい自分になるにはどうしたらいいかっていうテーマで、私がそう挙げていったのは、その好きなことだけではやっぱり生きていけないんですね。なので、やっぱり自分が何が得意かっていうことを自分でちゃんと客観視できる必要があると思っていて、うん、得意なことと好きなことが合わさったら、それは最強の、うん。 他の人その人人そにしかできないい仕事が生まれるると思っているんですうん、うん、なのでそのもちろん好きを突き詰めるのはすごく大事なことなんですけどや,やっぱりお金をもらうということは需要がないといけないと思っているので、うん、得意なことっていうのを今一度そうですね自分であの探した方探すというか自分で何が得意かって聞かれた時にパッと答えられるぐらいこそこに神経をとらがらせることはすごく大事なんじゃないかなと思ってます。 うん、なるほど。ね。いや、これ、ちょっとうちの高校生にも今日話しますよ。この後、ミーティングなんで。<laughs> あそうなんですね。<laughs> うん、僕は、結構そ,そういう話今、今のような流れじゃないんですけど、でも結論一緒で,で、好きなものを得意なものに変えて仕事ができるということは、時間の切り売りの労働を切り売るんじゃなくて、 ドリームジョブだって言うんですよね。だって好きなことやっててお金もかるじゃないですか。そうですね、そうです、ね。これは最高ですよね。うん。うんうん、でも好きなだけじゃやっぱりダメで、スペシャルにならないといけないし、需要がないといけないことなんですね。そうそうそうですね、うんで。やっぱりそこに対して好きなことだけしかしないっていうのは結局無理なんですよ。うん、好きなことのためにやらなきゃいけないことっていうのはたくさん、私で言うと。 じゃあ、やっぱ外国人に需要があるっていうことはとか、でそれでいろいろ調べないといけなかったりとか、01も自分で作らないといけないけど、それができてしまえば、他の誰にも真似ができないものができるので、うん、だからやっぱそこの努力は必要だとは思いますね。うんうん <laughs> いやーいい話だな、これ濃い。濃い20分だったな。<laughs> <laughs> これね、このペースでやると1時間になっちゃうんだよね。だから、またしばらくだったら第2回目お願いできないですか、ね、あもちろんです。ありがとうございます、ね。その時またお互い出すものが多分出てくると思う。そうですね。はいうんはい、今日は、えー、と収録日は29日です。ね、ほんで年末年始、年末の忙しい中、本当にありがとうございました。 とんでもないです。こちらこそです。はい、お忙しいのかありがとうございます、うん。馬場さん、どうでしょう聞いてる方に最後、一言、または、宣伝でもいいですよ。番宣でもいいですよ。<laughs> そうですね。すね <laughs> まあ、なんか、見てくださってる方々で、なんかこう、英語に興味があって、ダンサーの、まあ、バックグラウンドがある方とか、もしいらっしゃったら、ぜひ、もう、馬場さずきのインスタグラムの DM でも何でも、<laughs> ちの弊社のホームページでもいいので、あのぜひあの、そうですね、DM いただけたりしたら、 嬉しいなと思います。はい。ママさん、あの概要欄にそれ貼るので、はい、後でテキストを送ってください,あいま。あ、ありがとうございます。<laughs> それ貼っちゃって、あのアップするようにあのうちの仲間に言っておきますので。 あと、インスタグラムのフォローもぜひお願いします。はい。ここに、あの、QR コード出せばよかった QR コー出せな、なんて検索すれば出るのババ。あ、えっと、普通に馬の場所に彩る月、ババサズキですぐ出てくる。彩る月だよね。彩る月です。馬の場所に彩る月ですね。えっと、アットマーク、サズキ、アンダーバー、ビビアンですね。はい。すみません。あいはい。 じゃああっという間の二十分でした今日はありがとうございました、はい、バブさんでしたうどうも<ー>本当にお疲れ様でしたで、はい、ありがとうございました